はい、こんにちは。今回はね、メバチマグロの魚の魚屋の寿司ってですね、魚屋の寿司シリーズというのね、こうスーパーが作ってしまったんですけどね、魚屋の寿司シリーズ、新鮮の魚で使いましたという形で、これは半額になっておりましたが、食べてみたいと思いますね。うん、なるほど、新鮮なね、うん、魚の味わいと、ちょっと値段はまあ高めですけども、イカの柔らかみと、うん、この柔らかさがちょうどいいですね。で、うん、これのね、うん、マグロの柔らかみに、うん、この美味しさがあって、でこう、うん、非常にね、うん、いい味がですね。で、こう、寿司の、その、まあちょっと生臭い、魚の生臭い味がするんですが、柔らかくて新鮮さがあり、卵の甘さ、そしてメバチマグロの柔らかさ、そしてイカの柔らかさ、タコが、あ、イカですね。で、それでどれも新鮮さがあって、なかなかサーモンもね、柔らかくて、そこにネギがこう散らばっていて、ネギも柔らかみがあって、なかなかいい味だなと、結構いける味わいだなと思いましたね。というわけで、どうもありがとうございました。